はいどうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はこの間のデッドバイデイライト4周年記念配信で公式がねいろんな発表をしたんですけども、その中でデッドバイデイライトが5年目に向けてあんなことやこんなこと、いろいろ取り組んでいくよっていうロードマップがね一部発表されましたので、今回はそちらについて話していきたいと思います。はい、いろいろ5年目に向けてねやっていくそうなんですけども、まず取り組んでいくのが専用サーバーの改善。こちらは、ゲーム体験の改善を継続していくために専用サーバーの改善を継続的に取り組んでいくというね、ちょっとややこしいんですけども、必要があるみたいで、5年目に計画している、専用サーバーの改善が3つあるそうです。で、1つ目が専用サーバー稼働レートの向上。これはこの専用サーバー稼働レートの向上をすることにより、専用サーバーの遅延を少なくして、プレイヤーのみんなが画面とその実際のそのサーバー上で起きていることの差を軽減することができるそうです、ね、この専用サーバー稼働レートの向上というのをやるとね、要は当たり判定とか、動機ずれをなくしていきたいってことなんでしょうね、で2つ目がプレイヤーの移動補完機能実装と。これは専用サーバーの稼働レートを、さっき言ったやつをどれだけ良くしても、結局その通信速度の制約があるから完全に遅延をなくすことってのはできないみたいで、その代わりプレイヤーの動きを補完する機能を実装して、プレイヤーのみんなの画面上で起きているように見えることを専用サーバー上で実際に起きていることに限りなく近づけるようにすることだそうです。はい、なんかちょっとエヴァのね、ちょっと人類補完計画みたいな名前なんですけど、プレイヤーの移動補完機能実装ということでね、で最後3つ目の改善点が、重要アクション検証システム。先ほどの専用サーバー稼働レートの向上と、プレイヤー移動補完機能実装をしても遅延は確実に発生しちゃうんですよね、どんだけ頑張っても。でゲーム上の重要なアクションに対してプレイヤーの画面間での差異を検知する検証システムを実装することを検討しているそうです。この、システムを実装すると生存者のキャッチや攻撃の命中判定などの重要なアクションは専用サーバーとプレイヤー側の両方で検証されて、成功してるはずなのに失敗する、あるいは失敗してるはずなのに成功するという状況を軽減することを目指しているということですね。専用サーバーが実装されてからこれめちゃくちゃ起こる現象なんですけど、キャッチ成功と思ったのにキャッチされてなかったみたいなの結構ありません？そういうのが減るのを目的としているそうです。という感じでね、専用サーバーの改善点3つ説明しましたが、専門的っていうかちょっと内容が難しくてね、よく俺もあんまり理解できないんだけど、とにかくすごいことをしようとしてて、それが見事できたら、今以上に快適になるっていうことなんでしょうね。頑張ってほしいですね、続いてはマッチメイキングについてです。現在マッチメイキングはプレイヤーランクを使用してるんですけれども、ランクはプレイ時間に対する進行度であるため、今後はランクに代わる現在開発中の新しいアルゴリズムに変更して、マッチ中に何を行ったのか、そしてマッチの結果がどうだったのかを判定して、今より正確な腕前を判定できるようになって、より良いマッチメイキングになることを目的としているそうですね。このアルゴリズムはまだ使用されてないんですけども、すでにゲーム内に実装されていて、シミュレーション上でいい結果を得ることができているそうです。で、今年2020年の夏に本実装することを目指して開発を進めていくそうです。ここの運営さんのね、シミュレーション上いい結果っていうのはね、いまいちちょっと信用できないんですけども、ずっとね半年以上放置され続けてる、格差マッチのバグとかがねようやく治ると思ったら、ありがたいですね。ランクは要はランクシステムっていうのは、要はその今はねある程度の腕前までいったら、あとはプレイ時間を重ねればぶっちゃけ上がっちゃうんですよね。今ってわりかしそのランクリセットとかも緩くなっちゃってるから、その下がりにくくて、すごい上がりやすいと。だからもうどんどんランク1が今めちゃくちゃ増えてるんですよね、サバイバーもキラーも。
これだと良くないよねっていうことなんでしょうね。で、新しいもうより正確な腕前を測るアルゴリズムということで、これも非常に楽しみですね。はい、続いてはゲームバランス調整についてです。デッドバイデイライトは過去数年にわたり新要素を追加し続けており、過去のコンテンツも現在の状況に合うように変更 し続ける必要があると。なので5年目もキャラクターやパーク、アドオンを対象に見直しを行い、現在の環境でも面白く楽しくプレイすることができるか検討を行っていくそうです。まあ、つい先日もねマップの大幅な調整が入りましたが、今後も既存のマップに見直しを行いつつ新マップも実装していくとのことだそうです。でまた昨年実装した終局の崩壊、要はエンドゲームコラプスですね、あのシステムによりマッチ終盤の戦略に変化が加えられましたが、2021年中に今度はマッチ開始直後に発生する別のシステムの導入を検討中だそうです。でマッチ開始直後っていうのは各プレイヤーに様々な選択肢がありますけども、役割や状況によってはストレスがたまる展開もありえるため、プレイヤー全員にとってマッチ開始直後の体験を楽しいものにできるようなシステムを考えているそうです。まあ、これについては、まあ、詳細は後日お知らせするみたいです。これも楽しみですね、一体どんなシステムなのか。はい、で次はクロスプレイについてですね。これ待ってました。はい、デッドバイデイライトはリリースされて、まあ、数年が経ち、ほぼ全てのプラットフォームで今現在遊べるようになったので、複数のプラットフォームをまたいで遊べるようにするため、2020年内、要は今年中にクロスフレンド機能と呼ばれるものを実装予定だそうです。でクロスフレンド機能ってのは既存のフレンドリスト機能にプラットフォームを横断してプレイヤーの検索をしたり、まあ、追加したりっていう機能を追加したものと。はい、でプラットフォームを問わず生存者がパーティーを組めたりカスタムマッチで遊べたりするようになるんだそうです。でこれに伴って通常のマッチメイキングもクロスプレイ機能が加わり、他のプラットフォームのプレイヤーともマッチするようになりますと。はい、でまずは PC 上の Steam 版と呼ばれるものと Microsoft Store 版と呼ばれるもの、この2つでクロスフレンド機能をまず実装してみて、その後段階的に次に家庭版、要は PS4、PlayStation4、Nintendo Switch、Xbox を追加する予定で、まあ、モバイル以外のこれらのプラットフォームを全て一緒にプレイできるようにしたいと考えているそうです。で今年中、2020年内中にこれら全てのプラットフォームをクロスプレイ、クロスフレンド機能に対応させたい、させる予定と。でちなみにあのセーブデータをプラットフォーム間で共有する機能も実装したいんだけど、まあ、今はパートナー企業との検討を行っており、詳細はまだお話しできませんが、それも実現したいと考えているそうです。このセーブデータをプラットフォーム間で共有する機能はいつになるか分かんないけど、まあその運営が目指しているところは PC 版、ね、家庭版全部セーブデータも一緒にしたいし、クロスプレイ、クロスフレンド機能にしたいよってことでね、非常に夢が広がりますね。はい、まあ、これについてはね、まあ、嫌がる人もいるんだけど、まあ、でも喜ぶ人の方が俺は見てて多いかなと思うし、まあ、そのやっぱキラーが少ないだとか、まああだこうだとかいろいろあるんだけど、やっぱそのプラットフォームの垣根を越えてみんなでやっぱ遊べると、まあ、それに出てくる問題もあるけど、俺それ以上にねやっぱその楽しめるんじゃないかなと。まあ、運営もその極力そのプラットフォームの差異をなくそうと頑張ってるからね。はい、スイッチだけだとちょっとスイッチがねグラフィックがとかさ、なんか動きがとかっていうのもねなくしていきたいみたいなんでね、運営的にはね。はい、最終的にはまあみんな平等にというか、その同じような環境でみんなもう使ってるのが違うだけでね、プレステ4でやってるよとか PSC でやってるよとか、そのどこでやってるかが違うだけで中身は一緒みたいなね、目指してるみたいなんでね、ちょっと期待したいですね。はい、で最後にグラフィックアップデートについてお話しします。デッドバイデイライトは、まあ、発売から数年経ち、たびたびね結構グラフィックの改善をしてきたんですけども、今後もデッドバイデイライトを楽しくみんなに遊んでもらえるゲームにするために、また大きなグラフィックのアップデートを行うそうです。で、全てのマップのグラフィックを更新するだけじゃなくて、全てのエフェクト、アニメーション、そして照明も見直して、年間を通してどんどん更新していくそうです。で、公式がね配信で何枚か画像を出してたんですけども、ちょっとお見せしますね。はい、これとかね、これバダム幼稚園にある
電話だね公衆電話だね。若い子知らないんじゃないのこれいやいないよねリスナーさんにね。俺の配信俺の動画とか見てるデッドバイリスナーさんに公衆電話って何なんて子いないよね、はい、この公衆電話、これ現在のグラフィックなんですけども、これが、はい、今後こんな感じになると、はい、公衆電話だけじゃなくてこの周りの雰囲気もなんかすごいグラフィックになってるの分かります？でこれね画像なんですけども、あの配信をねスクリーンショットでパッて撮ったので、ちょっとあの本家より画質がグッと落ちちゃってるんですよ。本物もっとえぐいですこれグラフィック、はい、これ写真でお届けするときに画質下がっちゃってるのがちょっと残念なんですけども、これすんごいグラフィックになっちゃってます。であとは例えばこれ小屋ですね、まあ、どこのマップにもある小屋、これはバダム幼稚園の小屋なんですけど、まあ他と大して変わりはないんですけども、これもねアップデートを行うとどうなるかと、はいこうなりますね。小屋の周りでのチェイスするときにちょっとキラー有利になるかもね。今の小屋って結構隙間とかあるから、そこからキラーの姿見たりとかね、ステインとか赤い光が漏れたりしてるんだけど、これだとね完全に分かんないね。すんげえグラフィックで、これね、こう建物だけじゃなくてね、ほんと草とか木とかすごいのよね。であとは、まあ、これもバダム幼稚園のね車周りのねイタグルポジションですけど、これもねなんかグラフィックが大幅に変更入ってね、こうなるんですよ。板のグラフィックも変わってるしね、すごいよね。まああとはなんか山岡亭とかもいろいろ画像あったんですけど、あとこれ発電機も変わります。なんかこんなんなりますね、はい、リアルさが増した発電機になりますみたいな感じでね、はい、あのさっきも言ったように、まあ、マップだけじゃなくてエフェクトとかアニメーションとか照明とか、まあ、そのいろんなのもねどんどんグラフィックを向上させていくそうです。はい、これも非常に楽しみですね。ということでいかがだったでしょうか。5年目に向けたロードマップの一部を皆さんにお伝えするということでね、クロスプレイも楽しみだし、まあ、その専用サーバーが改善されるのも楽しみだしね、グラフィックアップデートも楽しみだし非常に楽しみなんで、運営さんには頑張ってほしいと思いました。あの動画の途中でも説明しましたけど、詳細は後日お知らせしますみたいなね内容のやつはまた情報が出次第動画にして皆さんにお伝えしたいと思います。はい、長くなりましたが最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。